では、今シーズンでスーパー GT をドライバーとしては、はい、引退される星野選手に、インタビューをしていきたいと思うんですけれども、はい、まず引退を発表して今の心境はいかがでしょうか。そうですね、まあ、自分で本当にね決めて、まあ、発表したタイミングよりももうちょっと前に決めたんですけど、まあ、決めたのはいいんだけど寂しいね残り4戦ぐらいまでの時はね、あまた4回ある頑張ろうってなあったんだけどね、今2回になってみるとあと2回かよっていう気持ちだね、はい、ここまでこうたくさんの優勝そしてチャンピオンと、うん、スーパー GT で長く活躍されてきた星野選手ですけど、はい、星野選手にとってスーパー GT っていうのはどんなレースでしたか。もうねなんか細かいこと言えないよね。なんかもう僕のレース人生そのものだったっすね。なんかその本当にここが自分の一番のその目指していた、目指していたというかそのなんだろう、活躍できる場所だったし、まあ、もちろんそのねフォーミュラーを目指して若い頃やってっていう中で、でもまあその GT に乗るようになって、もうそうしたら自分の中のその一番のその目標は常に GT で勝つこと。まあ、その中でチャンピオン2回取れたんですけど、まあ、いつもその目の前のレースはとにかく頭の中は GT ばっかりで、うん、今思えばこうやってあと残り2戦ありますけど、まあ、終わってみて、あ、スーパー GT が僕のレース人生そのものだったかなというふうに思ってますけどね。ありがとうございます、はい、今、星野選手の後ろには、はい、スーパー GT で戦ってきた、うん、数々の車をすごい、ね、はいはい、表示させていただいてるんですけれども、はい、まあ、きっと思い入れのある車という質問は非常に難しいと思うので、うん、また乗りたい車っていうのは。いやそれ日産言わないとまずいでしょそうそう、いやもうねどれもね本当全部乗りたいよね。やっぱりそのシルビアから始まって、まあ、Z で300も500も両方経験して、うん、まあ、最後はね今もそうなんですけど GTR GT3 の開発に携わらせてもらってっていう中で、まあ、やっぱり懐かしさで言ったらやっぱ本当ね、シルビアにまた乗りたいなと思うし、 Z も本当素晴らしい車だったからね、いつだってそのどのコースでも競争力があるっていうね、どっか突出してるってわけじゃなくて全ラウンドそつなく速かったっていうね、うん。でもやっぱり500のカルソニックもう一回乗ってみたいかな、はい、ありがとうございます、はい、残りスーパー GT では残り2戦と、はい、なりましたけれども、この2戦は和樹さんにとってどのようなレースになると思いますか、うん、そしてどのように戦っていきたいですか。そうですね、いろんなところで聞かれて残り何戦どうですかっていうふうに聞かれるんですけど、やっぱりその急にね残り2戦だけじゃあ最終戦だけ頑張るとかそういうわけじゃないし、まあ、逆を言えば急にそのね残り何戦かだけ急に僕にパワーが生まれるわけでもないし、だからいつも通りやるだけ、いつも通り本当に、まあ、僕は幸せなことにみんなに全開魂とかそういうふうに熱い走りとか言ってもらえるんで、それをもうとにかく最後の一周までただやるだけ、うん、それだけです、はい。みんなが非常に気になっていることで、はい、だと思うんですけれども、はい、スーパー GT のドライバーとしては引退という言葉が非常に多く出る中で、はい、例えば他のレースだったりとか、はい、海外のレースだったりとか、そういったもしチャンスがあった場合っていうのはどんな、はい、そうですね、うん、やっぱりまあ事実上の引退ではあると思うんですけど、正直言って、まあ、でももしねそういうチャンスがあるなら考えてみたいなとは思いますし、うん、どうなんだろう、難しいねその人も、まあ、そうですね、スーパー GT 運営側、そのスーパーフォーミュラ運営側っていう立場でやっぱりレース人としての戦いは続くんで、まあ、そういう意味ではねレース界にはもちろんずっと絶対いなきゃいけないと思ってるし、まあ、でもドライバーとしてどうですかね、うん、まあ、全部をやめるって言いたくなかったんですよね、うん、やっぱり生涯死ぬまで自分はレーシングドライバーでいたかったし、気持ちの面でね、だから、まあ、もしチャンスが もちろんあるなら、うん、走ってる時がまた来るかもしれないですけどね、はい。チームの運営側に回るというところで、はい、星野選手がチームの運営側に回ったスーパーフォーミュラでは、2021年シーズンで見事にチームタイトルを獲得、はい、されたと思うんですけれども、はい、やっぱりそういったところでもこうチームを裏側から見て気づいたり変えていった部分っていうのはあったんでしょうか。
いや僕は何か急にできるわけじゃなくて、うん、もちろんプロフェッショナルで今までインパルがね戦ってくる中で全然その僕がどうこうっていうことは全くないんですけど、まあでもそのプラスアルファね、少しでもそのドライバー目線で、じゃあ例えばチームの作戦面だったりとか、まあそのやっぱり人数がその F1 みたいに1チームもう何百人とかっているわけじゃなくて、限られた人数でやってる中でなかなかねそのエンジニア、データエンジニアがその全部を見切れるわけじゃないんで、そういう部分で 何か僕のね意見とかそのアドバイスが、ね、そのなんだろう、足しになればなと思って手伝ってやってきたんですけど、まあ少しでもそれが足しになってんなら嬉しいかなと思いますけど、はい、ありがとうございます。では最後にですね、はい、最終戦では、スーパー GT のオフィシャル YouTube チャンネルの方で、はい、YouTube のライブインタビューを、はい、星野選手と一緒にさせていただくことに現在なっているんですけれども、はい、そこでファンの皆さんから、はい、まあ、Twitter や SNS でたくさん質問を募集して、はい、ライブ中にも質問を受け付けたいと思っておりますので、はい、ぜひそんなファンの皆さんにコメントをいただければと思います。まずはですね、本当にここまで、まあ、残り2戦ありますけど、本当に今まで長きにわたってもうたくさんの応援を、そのもういろんな、ね、SNS も通してだったり現場だったりとか、もう本当に 長いこと応援していただいて、ありがとうございました。最後 その最終戦、ね、そのライブってことでいろんな質問をしてくれるみたいなんですけども、なんとかネガティブな質問だけはないようによろしくお願いいたします。はい、はいはい、では以上で終了となります。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。